休日、休日は弓を用いて矢で的を射る技術、武術である。以降は日本古来の武術、弓の中でも長久に分類される和弓を用いて矢を射る日本の休日のことを述べ、またこれを指して休日とする。日本の休日は独自の発展を遂げ、ヨーロッパでの探求を用いる技術体系をもとに成立した現代スポーツの アーチェリー等とは全く異なり、日本独特の技法、文化、歴史を持つ。歴史的にはほぼ同義語的に、休日、舎術、射芸等とも呼ばれていたが、現在では日本における伝統的な旧者文化を総称して、弓道と呼称されており、休術とは、弓道へ解消する以前の小竹との意味合いで使われることが多い。ただし現在でも、 休日を名乗り古流を厳格に維持する流派や、また古流を維持しながらも、弓道とする流派、団体もあり、弓道、休日の境界は、必ずしも、明確にあるものではなく、思想、技術面から見ても、明確に分類できるものではない。本校では、現代武道としての弓道の母体となった日本古来の、旧者技術、文を指して、休日とし、 明治維新までを中軸とした一部弓道、を、解消時点までの事情を記述する。日本の休日がいつごろ、術として体系化されたか、また起源など弓矢の始まりが、戦死時代ということもあり明確な資料に乏しく、定かにはなっていない。弥生時代には、現在の和弓の原型、長尺、上長過端、口述が現れ戦争に使用されると、 何らかの写術技法があったと推察することも可能だが、やはり詳細は不明である。霊車思想については、飛鳥時代末期には、文武天皇により、大写六法が定められたものに起源が見られ、朝廷の間で次第に旧写に関する霊社、霊法が整理され、また同時に、技術も体系化、単なる写実から、旧術として成立していったものと思われる。 一方で、弓は、仏器として、狩猟、戦場で用いられたことはもちろんだが、人々の間で弓矢には、霊妙な力があると信じられており、奈良時代には弓矢の奉納、旧社神事が行われ、またそれらを起源とした祭りや神事が現在でも各地に残っている。平安時代には、旧術流派が起こり、各種流派にはそれぞれに、独自の技術、教え、作法が存在した。 戦場、祭礼行事、朝廷での古日、年中行事などにおいて、休日流派はそれぞれに活躍、発展してゆく。戦国時代中期頃には、鉄砲の登場により弓は、戦場の一戦から退くが、実戦から離れても休日は、武術としての地位は、変わることなく、太平の世となった江戸時代においても休日は、表芸として、また新身鍛錬の道として、 以前人気は高かった。時代とともに、技術、道具ともに研鑽が重ねられ、また同時に諸流派それぞれに独自、あるいは相互に発展を遂げた。流派によっては、実際の戦場を想定した稽古もあるなど、その稽古内容は今日に見る弓道よりも多彩である。ただし、幕末頃には、弓術の基本的な技術体系は、各種流派それぞれに通じるところもあり、 特徴としての際はあっても、和弓を用いる根本的な旧社技術は各種流派とも大同正異である。今日の弓道につながる休日は、技術、道具ともに江戸時代に大成したと言っても過言ではない。明治維新後、幕府崩壊と明治政府による近代化政策の煽りから武術は時代遅れとされ衰退する。これを重く見た当時の武術家有志により、 明治28年、1895年、大日本武徳会が結成され、休日含め、各武術の普及を図る。大正8年には、休日は弓道へと解消。武徳会は、幾度か社法統一を試みるが普及せず、第二次世界大戦後に解散。その後当時を代表する、弓道からにより、意の過程を、その推移に順応して8つの節に分けて説明される。 社法発説が定められ、弓道は現代武道として復活を遂げる。戦後の弓道史は弓道歴史を参照されたい。弓道においても、休日とほとんど変わることはなく続いているが、休日に至っても昔のまま引き継がれている場合があり、現在でも伝統のある流派などが存在している。他国の休日と比較した時にまず目を引くのが人間の身長より、 はるかに長い和弓である。数弓は世界最大とも言われる標準で7尺三寸221センチメートルの長さを持つ。これは高い男性限界を持つ動物素材を用いる探求と違い和弓は男性限界の低い木、竹を張り合わせる植物素材で作られているため耐久性と威力を求めた結果、長大になったとも言われる。 またもう一つの目立つ特徴として、弓強し中央より下側に、握りが来るように作られている。この上下非対称の構造のため握りの上下で、弓の反発力に差が生じるが、この反発力の差を利用した、休日独特の技術が生まれ、またその技術をより活かすための作りをしている。また、世界の射術を見ると大胸弦を首元までしか引かないのに対し、日本の休日は、 弦が耳の後ろに来るまで大きく弦を引き取る。したがって矢の長さもそれに応じて長く作られている。矢をつがえる際は矢を体から見て弓の右側につがえ、取り掛けは右手親指根で弦を引っ掛けるようにして保持する猛古式、モンゴル式、ズフィク、サンを取る。猛古式の取り掛けはトルコモンゴル、中国、 朝鮮など探求を使用する地域にも共通して見られ、また、猛虎式を取る社法では多く、矢を弓の右側に継がえる。これは一説では失踪する馬上で向かい風を受けても、矢を取りこぼさないように工夫したためとも言われる。ただし、笠掛けや犬を物などでは、進行方向右側に向かって矢を放つ場合もあり、一様に当てはまる根拠ではない。世界的には、 馬上での弓はその取り回しのしやすさから探求が用いられるが、日本では例外的に長弓の輪弓が使用されてきた。数弓には弓の右側に位置する矢をまっすぐに押し出すための樹木という反りが付けられており、シャポーもそれを活かすために、角身の,の技術が発達してきた。また、江戸時代以降は右手にはめる湯な家の構造が大きく変化し、これも日本独特の構造。 独特の技術を生むきっかけとなった。弓矢は古くから軍事、狩猟に使用され、競技、遊技、神事にも使用された。日本休日の特徴は中国の影響を受けて、弓者の文化的要素が発達したことである。以下弓者をいくつかの視点で分類する。休日には流派間の違いやその特徴によって様々な社法。 様式が存在するが、これらの特徴を旧社の理念及び社法に着目して整理した以下の分類が一般的である。実際には、各流派には様々な歴史的経緯の上で、上記、1、2、この各種に重点を置いた思想、教えがあり、それが流派の特徴となっている。文社、霊社、無社の2側面。ただし、近世の休日は、 この両側面を備える場合が多く、単純に二分できるものではない、金星球術の特徴三章。文社とは、霊社ともいい、旧社の儀礼としての側面である。社は古代中国において、陸芸の一つに数えられ、貴族層に必須の素養とされた。論語には、君子は、争うところなし。必ずや以下、友情して祭り、降りて飲ましむ。 その争いや君子なり、とあるなど、支配者層の旧社が文化的、儀礼的性格を強く持っていた。こうした旧社思想は古くから日本にも伝わり、その後も一貫して存在し続け、現代の旧道の思想にまで大きな影響を与えている。朝廷では、天智町、七世紀後半にはすでに年中行事として、大社、社礼、じゃが行われるなど、 主樹の儀礼のい、礼者が行われた。仏家社会においては、旧社の実利的側面が重視されたのは当然であるが、同時に儀礼的側面も重んじられ、公家の旧社儀礼を基礎としつつ様々な礼式が発達した。特に年初の的し、後には社礼と称されたは、重要とされた。こうした礼式には、泉、武田、小笠原、伊勢、平などの家々に、 独自のつてがあったという、室町時代中期以降は、京都小笠原氏が武家古実の中心となった。その伝統を受け継ぐ小笠原流は、武家社会での霊識に則っ,った者の流れを組む流派であり、今日の弓道で、霊社系といえば、小笠原流に由来する作法や社法のことを言う。武者とは旧社の武器としての側面であり、実際の戦場を想定した休日の系統である。 鉄砲伝来まで弓矢は最有力の武器であったことからおもんじられ、敵中と矢の威力を高めるため、技術の発展と道具の改良がなされてきた。戦国時代初期に発生した日置流により不謝を中心とした旧車技術は大きく進歩し、様々な実践的技術、例えば刀矢矢合わせ、槍の脇からの胃、狭間からの胃などが工夫された。 太平の世となった江戸時代以降も流派によっては、実践的価値に重きを置き、旧車戦術や甲冑を着用しての稽古が行われてきた。日置流には、武者傾向の強い流派が多く、今日、武者傾といえば、日置流書派や、それに由来する作法、社法のことである。江戸時代、太平の世にあって、弓矢が武器としての役割が消える中で、武者傾等も、 礼法を摂取することにより、文具の側面は融合し、休日は武芸としての一面が目立つようになっていった。この時代の休日の外観を示すものとして、江戸時代初期の山と流流祖、森川香織山の夜五社六家がある。五社は代表的な社法を、六家は休日家として身につけるべき事項を挙げたものである。意に、正さ草あり、として、 各種の社が分類されることもあった。また、定められた作法に則り、礼法に従って、意を披露することを異例や、大敗などという、体敗とは、広木流形の用語。今日では全日本弓道連盟により、一手社礼、牧原社礼などをいくつか社礼が定められており、現存の各流派も、それぞれ独自の社礼、体敗を伝えている。ただし、江戸時代には、 令は小笠原、いわ、日置と言われ、霊法については、小笠原流が、社法については、日置流が専門であると認識されていた。旧社は、伝統的に、貴城下と律、引城下により、記者と腐社に分けられてきた。また、日置流誕生以降、腐社技術が、様々に発展したが、その中でも江戸時代に流盛した投資や、同社は独自の発展、遂げた。 様々な社砲は、五車常術に挙げられている。記者、記者、馬弓とは、駆者に対しての用語で、起乗して行う旧社。武士の表芸ともされたことから、キューバは、武芸一般や戦そのものを指すようになり、の道とは、武士の守るべき道を意味した。中世前期まで戦場での主要な戦闘法であったが、南北朝時代頃から旧社の主体は、不評となり、 騎兵も下馬して、いるようになったため、記者戦闘は消滅していった。騎車の訓練としては、狩猟が盛んに行われ、また儀式、競技化された矢部サメ、カけ、犬大物、総称して、騎車産物というも流行した。技術的には、不写写法とかなり異なる。騎車を伝えた流派としては、小笠原流、武田流が有名。ただし、江戸時代では、 キューバ自体の言葉もあまり使われなくなり、それに追い打ちをかけるように気丈に制限が加わった。そのため、記者ややぶさめを行えたものは少数であった。不者、武者、勝ち弓、歩者は正式な読みではないとは、記者に対しての用語で、気丈せずに地面に立って行う旧者。南北朝時代以降、先人において、不者が一般化すると、戦国時代初期には、不者休術を基礎とする。 日置流が発生し、矢を遠くへ飛ばす層や、広や、栗や、遠やとも、即射をする、指や、差しや、数やともなど様々な技法が発展した、五射三章。武者系では、膝をついて、弓を引き、的、敵を射る射術が基本であり、その他にも様々な体制の技術が伝わる。同射とは、江戸初期に、京都三十三剣道。 江戸三十三県道、東大寺などで盛んに行われた投資や競技の社術。旧社の分類は伝統的に記者と不社の二分類であるが、江戸時代に同社が流星し独自の発展を遂げたので、社法の系統としては同社を加えた三分類とされることが多い。同社は高さ、幅に制限のある長いのを記した三3県道は高さ約5.5メートル。 幅約2.5メートル、距離約120メートルを糸を押す競技で、低い弾道で長距離矢を飛ばし、さらに決められた、時間内で糸を押した矢数を競うため、独自の技術的発展を遂げた。江戸時代中期以降、動車ブームは沈静化したものの、動車用に改良された道具、湯掛け等矢技術が、後の休日に寄与した面は大きい。日置流微修竹林派、奇修竹林派の居手が、 驚異的な記録を残したことで有名。日本の旧社には遊戯的側面を持った者も,も存在した。朝廷行事の乗りみでは、適中場所により商品が支給され、敗者には抜歯を課すなど遊戯的性格を持っていた。鎌倉時代発祥の草加も勇者とされ、厳格な二式の意図は異なるものであった。江戸時代には、 掛け弓は厳しく規制されたが、一部には免許のもと、営業する矢場があった。明治以降も、料金を取って、弓を引かせる店が繁華街を中心に多く、存在したが、今日では数えるほどしか存在しない。また、大級、通常の長さの弓より小さい弓を用いるものとして、要求という釣り的を射る遊びも、上流階級を中心に、後には庶民に親しまれた。 江戸時代の要求上では、雇りのために女を置き、密かに売春させる例もあった。宮崎県帯地方、現日南市発祥の市販的弓道は、戦国時代に農民が反響を持って、戦闘に参加して、勝利に貢献した功により、漁師から遊戯用として、使用を許されたと伝わるもので、同地で愛好されてきた。近年、娯楽、スポーツとして各地に普及しつつある。 現在でも各地の神社では笹ぐし武者、お弓神事などと称する旧社行事が行われている。多くは単なる競技ではなく、歳占い的性格を持つ宗教儀礼として行われている。こうした行事は朝廷や幕府の旧社儀礼に由来するとされる。さらに弓矢は様々な形で祈祷や民間収束に取り入れられている。弓矢の歴史は 石器時代にまで遡る。石属簡素な作りの木弓が用いられた。日本では、縄文時代早々期、一万三千年から一万年前にはすでに登場し、狩猟の道具として使用される。漆塗りに装飾を施した弓が狩り取った獲物と、共に埋葬されるなど、樹実的、霊的用途に使われた形跡がすでに見られる。弥生時代に入ると狩猟生活から稲作へと、 人々の生活が変化、それに伴い土地や水源確保のため領地争いが盛んになり、戦いの場で弓矢も武器として使用される。この時弓矢により強い威力を求めた改良がなされ、長尺、弓道下側を握る弓となる。古墳時代には、儀式和人伝の記述から、すでには弓の原型が見て取れる。飛鳥時代、日本初期に、朝十二サチス、寄り手、 大戦意より、以下の馬を、長江森に見す。すなわち馬まといさせたもう、他にも、帝者、派生者との記述があるなど、真事としての記者の原型も読み取れ、また、飛鳥時代末期には、文武天皇により、大社六法が定められ、展覧されたとの記述もある。俗に本記には、奈良時代には盛んに記者が行われていたとの記述がある。出城神社の、八形持の真珠などは、 起源が、がが、奈良時代までで遡り、すに弓矢の霊妙な力が信じられていた様子が伺える。古代までには何らかの休日、霊式の形はあったと考えられるが、しかし資料も乏しく、史実としての古代の旧者の実態は分かっていない。またこの頃から存在していたという流派が、伝承などで見られるが、史実としては、後世の創作である、可能性が高い。 したがって、当時の流派の実在や、その発祥期限も不明である。この数百年の間に、和弓の構造は大きく進化。江戸時代初期には、剣棒師湯掛けの発明、さらに技術面では、角弓弓返りの技術が発明されると、この時期に、休日は、現在の弓道につながる、大きな進歩遂げる。平安時代の十世紀頃、武家が登場した後、記者、 休日は武芸としてキューバの道とも言われた。記者、休日は実戦武術としての稽古も盛んに行われるなど、戦国中期までは戦での主戦力であり非常に重要となった。また、弓矢は蛇を払う力があるとされ、霊気、人気として精神性の高いものとして扱われていた。現在でも、浜弓として信仰の名残や核で弓道。 やぶさめ神事が行われている。鎌倉時代には、記者産物と言われる、やぶさめ、犬大物、笠掛けが、武芸の一つとして、また行事ごとにおいて盛んに行われたが、室町時代、安土桃山時代と時代が進むにつれ一時的に、衰退する。戦国後期に、弓が、戦場の主戦力から後退するが、依然、旧者は、武芸として、心身鍛錬の道として、 流派と社実は発展していく。江戸時代に入ると、流派単位の活動が盛んになる。江戸初期には三十三県道の軒下、長さ約百二十メートルを移通す、投資屋が次第に盛んとなっていった。漢文九年、1669年、星野関左門、日置流美州竹林派によって、創屋数百四十二本投資屋数八千本、上京三年、 1686年、上佐第大八郎、日置竜紀州竹林派によって、宗谷数13,053本投資八数8,133本という大記録が生まれる。江戸中期、徳川吉宗により一時衰退していた矢ブサメが奨励され、以降、復興した矢ブサメが全国の神社等で神事として行われる。明治維新後は幕府の崩壊。 各制度が廃止され武術は武芸としての目的を失う。文明開化、王家思想の中で武術そのものが時代遅れとされ、休日もその例に漏れず衰退の意図をたどり、大衆の意識では、弓といえば、掛け弓等の娯楽、西風俗の弓を指すほどまでに、かつての休日は影を潜める。その世相の中、一部の休日からはおのの自宅道場を開くと、 根強く休日の存続に力を注ぎ、やがて武芸において再認識がされるなど次第に庶民の間でさらに武術が普及、見直され、明治28年1895年当時の武術家有志により第二本部徳会が結成され、休日も奨励され心身鍛錬を目的として学校教育に取り入れられる等普及を図る。大正八年1919年に、 休日は弓道へと解消。弓道を含め、各武道の普及は日本の内地、日本国内にとどまらず外地、日本が自する国外の土地にまで及んだ。ただ、当時の歴史的世相を反映して、武道は次第に国家の影響を受けるようになっていったとされる。武徳会の目的の一つに、剣道系、柔道型など型の体系化があり、 弓道もそれに習う形で社法統一が試みられた。昭和9年、1934年様々な流派を代表する弓道家や武徳会弓道部役員が集まり、武徳会本部でい形統一が話し合われ、県県合合の議論の末、弓道要則を制定した。しかし、流派関係者や文化人からの批判が相次ぎ、新聞史上でも論争が起きて、 ぬえまと違法とまで揶揄されるでに不評であった。武徳会が政府の外閣団体として再出発する際に再度者型改善の声が上がり、昭和19年、1944年に、弓道共犯制定委員会の手によって、弓道共犯が作成され、弓道要則の車法と従来の正面、斜面の車法を合わせて認めるに至り、終戦を迎える。第二次世界大戦後、 GHQ により、武徳会は解散、昭和21年、1946年させられ、武道全般禁止となるが、時の弓道家の尽力により、昭和24年、1949年、日本弓道連盟設立。弓道は、収容の道として復活し、当時を代表する弓道からにより、社宝発設が定められ、現在に至る。詳しい経緯やその後は、 道歴史を参照のこと日本の休日は、古代より、騎乗して行う厩舎、記者、記者,者、馬弓、騎乗せず立って行う厩舎、負舎、武者、勝弓、近年では、武者との混同を避け、保者とも、に分類されてきた。これに加え、江戸時代に流行した33県道の投資や、同社も一大分野である。各時代で記者、負舎、 同社それぞれに合わせた社法が研究されてきた。この基本的な分類は明治期まで一般的であったが、時代が経つにつれて、伊手の多くからは忘れられていった。婦者、記者、同社の概念を根本に置くと、流派の性格を理解しやすい。ただ、これらの分類は社法の違いであって、必ずしも流派の違いに直結するものではない。小笠原流では、 不者と記者は別物であり、不者、記者、霊法と分けて考えられ免許もそれぞれにある。日置流諸派では、不者と同者の両方を行った系統もあるが、不者を重んじて、あえて同者を行わなかった系統もある。休日の流派には、様々な名称のものが伝わるが、古い流派は、実態が不明なものが多く、流とは称していても、強敵な流派と同様のものではない。 現代弓道講座では、主な流派として、三琴流、新東流、日本流、鹿島流、大志流、友流、木流、秀里流、泉流、武田流、日置流、山和流、小笠原流を挙げているが、そのうち、近世以降に見られる流派は、小笠原流、武田流、日置流、山和流である。これらを対別すると、古実を中心とする、旧古実の流派と、 写法を中心とする休日の流派に分けられる。なお、現在では弓道を、霊社系、無社系と分類しているが、実質的に霊社系は、小笠原流、無社系は、日置流系に該当する。小笠原流、武田流は、もっぱら方式を第一とする、休日要欄、古辞類演武義部とされ、旧馬に関する古実、旧馬古実の流派である。記者を行うのは、 ほぼこの系統の流派であり、やぶさめ、笠さかけなどの記者のほか、腐者の諸儀式などを伝える。仏家社会においては、伝統的にキューバ術がおもんじられ、鎌倉室町時代には、キューバの書式が盛んに行われた。室町時代には、古実の整備が進み、これらの流派に伝えられた。日置流、山和流など、日置流祖の日置男女を摩擦具は、舎実の祖とされ、 日置流は、後の休日の中核となる。安土桃山時代から、江戸初期にかけて、多くの文化に分かれた。霊能笠原に対し、社の日置と称されてきた。三十三県道の投資屋に参加した相手は、日置流系であった。以下、各派とその思想を示し、系統関係を、字下げで表す。系統は、代表的な説によるが、実際の系統は複雑ず。 不明確な点もあるため、各派の関係を完全には示していない。その他の流派、明治時代以降に成立した諸流派、休日ではなく、弓道を名乗る流派も含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。